なになになに、低音イケボだって。すげえかっこよそうなやつが来てんじゃないか。かけてみよう。もしもし。は？イケボじゃなくね？あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。何やってた？え、なんか、頭かいてた。お、かゆいか。うん、かゆいです。どう入ったの？風呂、さっき入ってきた。で、かゆいの？そう、かゆい。もうダメだ。もっとかいとけ。やば、頭なくなる。はげるよ。はげねえよ。はげるよ。だって私髪ないの。イケボじゃねえし、なんかムカついたから彼氏にしよっかな。マジでピカってことに、マジでさ、マジで。ちょ、見たいんだけど。いや、ダメだよ。そんなの、恥ずかしいじゃん。ツレツレなんてダメだよ。なんで？え、ツレツレなとこ見られたら、ちょっと、恥ずかしいかなって思って。それ、髪の毛の話してんの？そうだよ。あ、そうなの？ツレツレなの？そう、ツレツレなんだよ。あ、じゃあ見してよ。ダメだよ。パイパンですから、頭。頭、パイパン？ダメだよ。頭パイパンだからちょっと。頭パイパンなんだ。うん、恥ずかしすぎるさ、そういうのやっぱ。これ。下はパイパンじゃないの？え、下はもさもさだからダメだよ。そっちも恥ずかしい。あ、普通逆じゃん。いや、逆じゃないよ。マジで？うん。下どっさり。そう、どっさりしてます。もう、どうしようね。やっぱ。手深いの？はい、もう。いや、でもね、頭には生えてこない。頭には生えないけど、下半身には生えてくるの、うん、そう、下半身にも全部の毛の神経が集中してると思う。すげえ。マジで、じゃあアナルのどっさり生えてる？なんで、ケツ穴？ケツ穴知らねえよ、見ねえよ、汚ねえし。見とけよ。見ねえよ、触り心地ならモソモソしてるぞ。どうやって見るんだろう、ケツ穴見れるのか？猫か？そっか、じゃあ触って感じでどっさりやん。そうだよ。マジか。うんちした大変じゃん。うるせえよ。知らねえよ。そんな汚ねえ単語出すのは汚ねえから。ちゃんと拭いとけ。拭いてるよ。あの、こんだけ秘密話したんで、彼氏になってもらってもいいですか？もしもし？おい。おい。おい、何の話だよ、これ。なんで切るんだよ。おい。クソゲー。